皆さんこんにちは、リコです。今回は中国輸入せどりの発注から支払いまでを分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。こちらのチャンネルでは主にメルカリで役立つ情報をお届けしております。知りたい情報や質問などがありましたらお気軽にコメントまでお願いいたします。それでは早速本題に参りましょう。今回の動画の目次はこちら。ちなみにステップ1とステップ2の動画では中国輸入とはからリサーチまでの解説をしていますので、こちらもぜひご覧くださいね。では発注するにはから見ていきましょう。アリエクスプレスで発注するには代行業者は必要ないので、リサーチし商品候補をリストアップします。そしたらアリエクスプレスのサイトにてそのまま注文します。アリエクスプレスは日本語対応しているので少し使いづらい楽天で注文するような感覚で注文できます。注文後は追跡もできるので商品到着まで待ちましょう。次にアリババ、タオバオの場合においては代行業者が必要なので、代行業者はあらかじめ決めておくとスムーズでしょう。私がおすすめしている代行業者はラクマートなので、後ほど注文書の提出など手順を解説しますが、ラクマートの手順で解説しますね。次に商品候補をリストアップします。そしたら代行業者へ注文書を提出という流れになります。なのでまずはリサーチして商品候補を見つけましょう。リサーチ方法はステップ2にて解説していますので、そちらをご覧くださいね。概要欄にリンク貼っておきます。それではラクマートでの注文書提出までの流れを見ていきましょう。今回はアリババから仕入れの例を解説します。まずはアリババの商品ページを表示します。商品ページの URL をコピーしましょう。続いてラクマートのサイトに行きます。トップページに検索窓がありますので、先ほどアリババからコピーした URL をこちらに貼ります。そして検索をタップ。そうするとこのような商品ページが表示されます。こちらの商品は2つから注文が可能です。カラーはこちらから選択して、サイズはこちらから選択します。続いて数量を選択し買い物カゴへ追加しましょう。買い物カゴの中身を確認する場合は、右側に表示されているこちらの上から2番目の買い物カゴのマークをタップすると確認することができます。買い物カゴをタップするとこのような画面が表示されます。先ほど選択した商品がカゴの中に入っている状態です。今回は実際に発注するわけではないので、この商品のみで次のステップに行きたいと思います。全ての商品を選択にチェックを入れると、商品数と合計金額が右下に表示されます。これで間違いがなければ注文へをタップしましょう。そうするとオプション選択ができる画面に切り替わりました。オプションのところを開いてみると FBA や有料検品、 OPP 袋取り替えと様々なオプションが出てきました。私がここでおすすめするのが有料検品です。無料検品もついていますが、袋から開けずに目視だったりと信用できない部分もあります。商品代金の 6% かかりますが、不良品の多い中国製品なので有料検品することによりかなり防ぐことができます。そして細かな傷やその他商品のことに関してもチャットにて報告してくれるので、そのまま輸入するかしないか判断することが可能になります。私の場合は有料検品を選択したいので、全てにチェックを入れて注文書提出をします。そうすると工場に送料などについてラクマートが聞いてくれて見積もりを出してくれます。注文書を提出したからといって必ず注文しなければいけないとかはないので安心してくださいね。思ったより送料が高いなどキャンセルもできます。でこれで注文書提出までの流れは終わりました。この後の流れはラクマートから代行注文書が届いたらもう一度確認し入金といった感じになります。ラクマートの決済方法は4つあります。 PayPal、 楽天銀行、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行です。 PayPal とは PayPal に登録した支払い情報は PayPal が保護してくれます。支払い時にもカード情報や銀行口座情報はお店側には伝わらないのでとても安心できます。デビットカード、クレジットカード、銀行口座から支払いができるので非常に便利なのですが、 PayPal は入金する金額プラス入金額の 4% が別途かかります。楽天銀行、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行に関しては振込元が同じであれば手数料はかかりません。
いずれかの方法で入金してくださいね。では簡単にまとめると、アーリーエクスプレスの場合は商品候補をリストアップしたらそのまま注文すること、アリババ、タオバオの場合は代行業者に注文書を提出することということです。今回紹介した代行業者ラクマートにて新規登録で30日間代行手数料無料になる紹介 URL もありますので、登録費や月額費は一切かかりません。この機会に試してみるのもありですね。ポイントを押さえて日々の生活が少しでも豊かになれるよう一緒に頑張りましょう。こちらのチャンネルでは主にメルカリで役立つ情報をお届けしております。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。他の動画もぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。